僕の歌どうもそうじゃないそうです。ということで今回はですね、34枚目シングルは今年中に販売されるのかどうかについてちょっとね僕の意見というか話していきたいなと思います。まあ33枚目シングルね、8月23日に発売されまして、まあもうどんどんね活動していって、まあほぼほぼ33枚目シングルの活動も終了したんじゃないかなっていうねことで、まあじゃあ次のねシングル、34枚目シングルがね気になるところですよねそろそろね、そろそろみんなね次の34枚目シングルいつ発売されるのかなってね、気になるところだと思うんですけども、次のね34枚目シングルいつ発売されるのか、まあ今年中にね発売されるのかっていうところをねちょっといろいろ見ていきながら話していきたいと思うんですけど、まあ、まずね結論から言うと34枚目シングル今年中に販売される可能性はまあ半々かなって思ってますねずるずるお前、どっちに転んでもねいいやつじゃんで、ずるって感じなんですけど、まあ、今年中に販売される可能性もまあ 50% ぐらいあるし、まあ、来年の可能性も 50% ぐらいあるなって感じ、今はね僕はそんな感じなんですけれども、まず見ていきたいのが過去これまでのねシングルで、前のシングルの個別ミーグリですね、個別ミーグリの最後の日程より前に発売されたっていうことはですねほとんどなくて、まあ、こんな感じに、ねなっておりまして、まあ、前のシングルの、個別ミーグリより前に発売されたのがですねベストアルバムですね、まあ、ベストアルバムはまあ若干ねこうシングルとは違うという感じにはなるので、まあ、それだけっていう感じで、それ以外は全てですね、前のシングルの個別ミーグリの最後の日程より後にね発売されてるという感じで、まあこれ当たり前かもしれないんですけれども、まあ、そう考えた時にね、今回、33枚目シングルですね、の個別ミーグリの最後の日程がですね11月12日となっておりますので、まあ、これより前にね発売されるってことはもうまずねないんじゃないかな、まあ、もうそもそもね今のこの10月のね最後の段階で、もう何もない時点で、何も出てない時点で、まあ、11月12日より前に発売されるってことはねもうないっていうのはわかると思うんですけども、まあ、この個別ミーグリの最後の日程から見てもですね11月12日より前に発売ってことはね、まあ、まずないんじゃないかなと思います。あとはですねすでに33枚目シングルの個別ミーグリの全日程受付終了をしているということで、まあ、これ、ね、先日ねお知らせ出ましたけれども17時応募受付をもちまして、全日程受付終了と販売終了となっているっていうことで、まあ、もうそれを考えるとね次のシングルも、まあ、僕はちょっともうね早めにというかこれは僕は今年中に来る可能性がある一つというか、このもう全日程終了、受付終了してる33枚目シングルの小泉ゆりの全日程受付終了してるっていうのはもうそろそろ来るっていうこうあれなんじゃないかなっていうのはね、個人的に思ってますね。ではこれに関してはね、ここのに関してはちょっともう別の動画でね詳しく話したいと思いますので、そちらもね見ていただけたらなと思います。あとは発売日っていうところで、過去シングルのですね発売日と、あとはそのシングルとシングルの間隔、どれぐらい、間隔日にち日数空いて、発売されてるのかっていうところをね見ていきたいなって思うんですけれども、まあ、それがこんな感じとなってまして、まあ、2021年のね26枚目、シングルからっていう感じになってるんですけれども、これ日にち日数に関してはちょっと30日31日とかあるんで、まあ、ちょっと若干違ってるかもしれないですけども、まあ大体、こんな感じの間隔になってまして、まあ早ければね3ヶ月とちょっとで発売されてるし、前のシングルからね発売されてるし、まあ遅かったら6ヶ月とか、約6ヶ月相手の発売っていうね感じになってるんだから、平均するとどれぐらいですかね、4ヶ月ぐらいになるんですかね、4ヶ月とちょっとぐらいになるんですかね、平均するとね。でまあ、あとはこれ見ていただくと分かるんですけれども、まあ、2021年2022年、でまあこれよりちょっと前、2020年はちょっとあれですけど、それよりちょっと前もですね、まあ、1年にだいたい3シングル出てますよっていうね、まあ、去年2022年も3シングル、で、まあ、2021年おととしも3シングル出てますよっていうことを考えると、まあ、今のところね2023年は32枚目シングルと33枚目シングルの2つのねシングルしか出ていないので、まあ、そう考えたらね今年中に、次の34枚目シングルが発売されるっていうね可能性もあるんじゃないかなと思うし、でまあその
感覚、シングルとシングルの感覚でいきますと、まあ、前回のね33枚目シングルの発売日が2023年8月23ということで、でまあ3ヶ月以内に発売されるということはまあまずないと考えていいので、まあ8月から3ヶ月で言うと11月23日ですよね、11月だから11月23日より前に発売されるっていうこともね、ないんじゃないかなって、まあこれももうね今の段階で何も出てないって考えたらないとは思うんですけど、まあなんで早くても11月の、下旬ですよね、23日以降、まあただ11月の発売はもうなかなかないんじゃないかな、ほぼないんじゃないかなと思うので、まあやっぱあるとしたら12月ですよね、12月のまあ上旬、早くて上旬ですかね、まあでも上旬もなさそうだなって個人的には思ってるんで、まあ、12月中旬以降なのかなって考えたら、まあ、33枚目シングルからのこの期間もね、まあ、大体4ヶ月とかに、なるんじゃないかなって、12月23日で、4ヶ月になるので、まあ、大体それぐらいそこ付近とかになってくるんじゃないかなって個人的には思ってますね。まあ、なんでこの CD の発売日と発売の間隔を見てみると、まあ、やっぱ12月なのかなって、また、毎シングルね3シングル大体出てるってことを考えても、まあ、12月っていうのは結構暑いのかなって思ってます。まあ、ただ逆にね5ヶ月6ヶ月空いてるシングルもありますから、まあ、そう考えると来年っていう1月っていうね可能性も全然あるんじゃないかなと思います。どっちやねんお前でね感じですけど、まあ、なんで個人的には12月、まあ、希望願望も込みですけど12月中にね、12月のまあ中旬以降に発売とかだったら一番暑いなっていうところと、でまあでもなんかどうですかね、ちょっと早いような気もしなくもないけど、まあ来年1月、まあ遅くとも2月、バスラ前にはね、さすがに発売されるんじゃないかなって、まあ感覚的に、まあ6ヶ月ね、で言うと9、10、11、12、1、2、6ヶ月以上空くことはっていうのはね、ほぼほぼないと思うので、まあそう考えるとやっぱバスラ前には確実に出るんじゃないかなと思うし、まあ一番暑いのはやっぱ12月中旬以降。なんじゃないかなと個人的には思ってます。はい、ということで今回は34枚目シングルは今年中に販売されるのかについてね、ちょっと僕の意見を話していったんですけれども、まあ最初に言ったようにね、ちょっと半々っていう感じで、まあでももう願望としてはね、気持ちとしては発売してほしいなっていう、今年中にもう1シングル発売してほしいなっていうのはめちゃめちゃあるんで、でまあ12月ね発売っていう、12月まあ中旬以降発売とかってなったらもう10月最後ですから、まあそろそろ情報がね解禁されてもまあ、おかしくないのかなっていうところで、そういうのもちょっとね楽しみに、34枚目シングルね、の情報とかもね、まあ、毎回のね乃木坂工事中の後とかね、ちょっと楽しみにねしときたいなと思います。ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。